山下俊平太投手です。ここはスカウトの方もねまたより注目を岡林さんしてくるでしょうけれどもと思いますね。改めてどんな投手なのか高木さんご紹介いただいてよろしいでしょうか。そうですね、まあ、この長身、まあ、190センチ近い長身と、最速153キロのストレートですね。あとはもう変化球カーブだけなんですけれども、はい、それでも相手打線をねじ伏せるというピッチャーですね。はい、岡林さんまっすぐとカーブだけ、まあ、あの最近のピッチャーにしては珍しいかもしれませんね。まあ、スライダー系とあとはもう今フォークとかチェンジアップもねどんどん投げていきますからね。はい、バッターは桑原修司選手です。神村学園木のバットを持って打席に立っています。高木さん、このバッターの桑原選手も打って投げてという感じの選手なんですよ ね、はい、打者としての評価も高くてですね、はい、まあ、いわゆるコロナでできない時間にこうちょっとバッティングを見つめ直して、こうボールを呼び込めるようになったというような話は、率いる小田大輔監督がおっしゃってましたね。はい、そうですか。で、鹿児島大会4本ホームラン打ってるのですごいですね。サイズはね175センチと、まあ、そんなに大きくはないんですけれども、結構力強さがあるバッターですね。おお、ね、150キロが出ました。スリーツーです。おお、また積極的にバットを出していきます。これカウントもカウントだからストレートで真っ向勝負っていうのがこう見れそうですね。そうですね、スリーツーです。打席の桑原選手もまっすぐも非常に速い投手。粘ります。インサイドにここは2球桑原選手も握力75キロあるそうなんで、はい、パワーは。そして最後は武器となる変化球カーブでした。今の投球ご覧になってまず川合さんどういった印象ですか、この山下投手。ストレートもやっぱりねこう速さとまあキレもありますし、そのやっぱり150キロ前後のボールを投げられた中であのカーブ投げられるとなかなかやっぱりバッターはね、手が出づらいですよね。バッターは日向学院の曽我晃大選手です。ここは変化球そしてまっすぐ、149キロという表示だったようです。このレベルのピッチャーを相手にワンエンドワンというのは川上さん、ちょっと打つバッターからすると難しいかもしれないですね。なかなか厳しいですね。いきなり初球にまあカーブとか投げられたってカウント稼がれると、はい、ちょっと厳しいですね。そしてその川合さんが注目されている選手の一人岡本選手が打席に入ります。ちょっとここは注目の勝負かもしれませんね。はい、ここまで最速150キロ、初球はボールです。高木さん、このバッターの特徴といいますか岡本選手のバッティングに関してはどうなんでしょうか。あ、西川選手ですね。西川選手ですね、はい、そうですね、まあ、本当勝負強い、まあ、キャプテンで、中軸で、しかもピッチャーもやったということなので、はい、まあ、ちょっと今、はい、スイングする機会なくてねかわいそうでしたけども、はい、まあ、でも本当山下投手これボールがねいいというか、あんまりどうですかね、癖もあんまりないのかなっていう。そうですね、はい、ですから、まあ、まだまだこれから本当に伸びしろがあるというね、なんかそういう感じがすごいしますよね。ここは西川選手はフォアボールという結果になって、この組の最後のバッターがこの5人目の井上寛太選手です。神村学園ここも力強いボールです。149キロ、
なんかねミットにこうスーッと吸い込まれていくような、ね、吸い込まれるような感じのね。続いてカーブが少し浮きました。これで3-2です。これで体をね本当にしっかり鍛えていったらこのストレート自体がねもっとこう伸びていく可能性ありますし。変化球外いっぱい決まりました。最後はこのカーブ、はい、そして投手はこれ各グループ6人の打者に対して、投球を行うということで続いて大学生の選手が打席に入るようです。おっと逆を突かれました。牽制はもうセーフの判定です。今西村選手がランナーに入っています。はい、よく今、うん、右手でスライディング行かないでよく切り替えて左手で行きましたね。さあこの盗塁はもうセーフになりました。今キャッチャーは本田選手ですかね、うん、ちょっとまあ投げるには若干難しい難しいボールですね。それでも力強いボールをこう、はい投げて間一発、ねうんはい、やっぱ CC 率の高いキャッチャーですね。そうですね、うん、本田孝之選手福岡県の福岡工大城東高校です。キャッチングの評価なんかも非常に高いというお話を伺っています。ここは大学生のバッターを相手に3ボール1ストライクです。これが最後のバッターということになります。この打球はレフト取れませんでした。和田選手バックアップに春樹選手が入っています。バッターランナーはセカンド回ったところでストップです。ちょっと大学生の、ね、意地をそういうことですかね見せましたね、高めのボールでした。甘いとこ見逃さず、はい、そうですね。カウントが悪くなったところでした。はい、ですけど、まあやっぱりしっかりとこうスピンが効いたボールを投げてるなという印象がありますね。福岡大大濠高校の山下俊平太投手ここで交代です。